彼とはどうなの？あんなやつも知らないわよ。あんなクズ男。興味ないわ。あんたの恋、始まるのも早いけど終わるのも早いわね。来る。エンジン。外れたな。最初のこの選択で悩み決まるな。展望はキッチンリスポーンがあるときに行くとして、何なんだこのタスクは。メインホール行った方がいいな多分。キルクール10秒だから、ホール。これ何のタスクなんだろう。タスク覚えないとな。自主練習を配信前に。タスクのか。ならまあ死んでもギリ。初手ボタンが押せないのきついよな。死ぬ気で押し行った方がいいのか。色があればすかないわ。いや諦める。あ、ちょうどいい。これ楽、めっちゃ。すごくない ?00000 って。めっちゃラッキーじゃないこれ。黒ピンク。あ、いけん。バグ取る。はい。はい。はい、ボタン終わらせますときに、すいません。あ、はい、中央ボタンです。ごめんなさい、サントスさん死んじゃいました。申し訳ない。サントスさん、初動多分貨物リスだったよね、あれは。うん、貨物です、ね。高田さんとサントスさんは多分下に行ってるんじゃないかな。俺、下に行ってないんだ。高田さん、最終アーカイブから下に走ってきてましたね、シャワーの方に。あ、サントスさん、ミュートで。ああ、そうね。え、高田さん下いたよ。だって俺が診療室のタスクしてるとき、高田さん下からチラッと俺のことを言ったわ。バイタル1回見たわ。うん。で、その後上に戻ってる。その時サントスさん、サントスさんとどういう動きをしたのか気になるな。え、サントスいなかったような気がしてるけど、いたの？そうですね、貨物リスは間違いないです、うん。で、僕とアルマ君は上の方。え、俺の前後どっち側にいた？え、わかんない。え、開幕だから、開幕僕とアルマくんは上で、サントスさんと高田さんが下に行ってるから、で、サントスさん、高田さんが診療室に長いこといたの。え、俺開幕下行ってない、行ってない。だって俺、貨物室の初動だって、まず右上のあの、給油からやってるもんね。あ、本当に？開幕でしょ？いや、わかんない。サントスさんのじゃあ、向かった方向は誰もわかんないって感じですか？え、でも上には来てない。上には来てない。上には来てないってことは、まあでも下ってことですよね。貨物から上には来てないです。うん、じゃあ診療、診察室、電気室、あ、まあ、診察室では多分死んでないんじゃないかなって思うけど、じゃあまあその電気室セキュリティ、まあ、メインあってメインぐらいですかね。まあ高田さんがね、電気室は夏目スナパエがジュングリいますよ。あ、そしたらサントスさん見てないですか？見てきてないです。え、じゃあ逆に多分僕の方が疑い値に上がるんじゃないか。僕ずっとシャワー室にいたんで。でも俺シャワー室最後確認してるけど、でもサントスさんがシャワー室まで行かないと成立しなくない？あ、そう。え、でも高田さん最後上から来てたから、高田さん切ってたら弁当で、なんだっけ、あそこ貨物からアーカイブに飛んでるくらいしかない。あ、その前に、まあいいや。これキッチンだな。で、ダウンロードで、これで今13秒ぐらいでしょ。いや、これアップロードする速度による。いや、次にした方がいいか。いや、俺は行く。俺はやる。うん、まあ7秒ぐらいかな、遅くても。いや、でもこの後死ぬとまずいから、やっぱ1個ずつやった方がいいな。キッチンリスポーンの時にゲームの理解度を高めていこう。おい、ヌーンを取るな、俺の。
気になった。はい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 えはい、まあ、一応じゃあ俺の初動、そうですね、気になるかな、はい、下にお願いします。俺下に行ったんのかな。ちょっと待ってね、初動だけは覚えてるんだけど、給油のタスクやって、はいはい、でその後一瞬下には行ったような気がする。バイタルの方まで行ったのかな、なんかメディカルの方。そう、診察室で俺ダウンロードのタスクしてたら、うん、あの高田さんがチラッと俺のことを見て下戻ってったから、何やってるんだろうなと思ってたぐらい。じゃあいたのかな。俺経営のタスクやってそんなことある。でね、サントスさんはその貨物ラウンジアーカイブシャワーまで死体がないんですよ。だから電気室にスナパイさんとかがいたんだったら、高田さんが診察室でやってるぐらいしかないんじゃないかなみたいな。え、それだったらだって明夜自身が見つけてないのおかしくない。いや俺は下まで行ってないんで、診察室の。あ、そういうことね。そうそう、バイタル前ってことですかね、もう心電図の。え、でもそれ結構やばくないですか、明夜さんがそこにいる状況でバイタルの目の前で明夜さん見てる中切ってるってことですか。いや違う違う、俺は一回あのラウン、そ、あの一回最初上に行ってから診察室に助けられたら、あ、いや、じゃあ絶対ありえないって。俺の方が多分それだったら後に入ってないとおかしくない、メディカルに。だって俺が先に入ってるんだったら明夜自身が死ぬ。でも高田さん僕のことさっき見たって言ったけど、その時は上、下から上に来て俺のこと見てるわけでしょ。僕の視点だと高田さんは下からチラッと僕を見に来てるから、高田さんの方が絶対先に入ってるよ、高田さん視点でも。これ高田さんの記憶が飛んでんのかとぼけてんのかどっち。いやでもだってとぼけてんだったら言う必要あるか。いやそうなんて気持ちわかるんだよな、俺も飛んじゃうからね。しかもね、俺初動だけ覚えてるよ。給油絶対やって、右上の貨物室スタートはもう絶対自分はそうするから給油やって、うん、メディカルの他が絶対無理みたいな人。あ、そうね、他から洗ってもらった方がいいや、うん、の方がいいと思う。多分これ以上はその辺はつまらなそうだから、うん、分かりました。あと高田さん視点だったらエレクトリカルの組の詳細とかも聞いた方がいい気がする。ドア閉めしない人多いね。閉めした方がいいんじゃないかな。これも押せるのか、すぐ。はいよ、早い、早、素晴らしい、素晴らしい、最速で。そう、キッチンリスポーンしたのが4人ぐらいで、はい、うん、そうね、でそれが確かマシャーカリー、はい、ゾーニーキー、スナパリー、ゾーニーキー、あと夏目先生、あ、そうですね、うん、で初手展望デッキ前の配線のところに3人4人来てて、で僕はその後キッチンでハンバーガー作って、でちょっとセキュリティ見てたんですよ、カメラ、はいはいはい、で要はそれぐらいの時間の時に貨物室見た時、下から上に上がっていくんで、誰ぞの影は見た、多分俺じゃないかな、いや俺だと思う、うん、サントスさんって確実に貨物室から下のルートで電気室メインホールまで行ってるはずなんですよ。上のルートは絶対来てないんで、僕一回ラウンジアーカイブぐらいまで行って、で貨物室診察室でタスクやって、もう一回貨物室行ってるから、サントスさんはその間初手上に来てない状態で見てないから、絶対下のルートには行ってるはずなのね。でこの後ね、電気室の中で夏目先生見かけて、電気室で夏目先生は7つボタンやるやつみたいなのやってる感じだった。で俺は、電気室の右上の小窓のところに用事があったから、そちらに行って、で戻ったけど、まだ夏目先生を視認できた状態だった。だから夏目先生を電気室で見てから一歩も動いて、電気室から出てないと思います。逆もしかり。いや逆は分かんない。夏目が最初に電気室にいて、スナパイさんが結構後に来た感覚があるから、それ、うん、その前にどっかでやってたらって感じ。先に夏目先生が電気室入ってるのは間違いなくて、俺がセキュリティでカメラ見てる時に後ろ通る影なかったから、
じゃあ、まあ、お互いじゃ可能なんじゃないの、なんでそこ否定できるのって思っちゃうんだよね。可能位置だよっていう話をしています。あ、なるほど。期待はないけど可能ではあるってことね。電気室に期待はないという話です。あ、了解です。了解です、了解です。まあ厳しそうだけどな、どっちも2浪ぐらいしかないんじゃない、この状況でやるってなると。これ高田さん、俺怪しいから釣ってくれ案件じゃないのかな。ここはなんかすっきりしそうだけどな。ハントスさんがね、もう移動がもうかなり限られてるから釣っちゃっていいと思うけどな。理解度高まってきたわ。この行動ターンにいかに死なないかがやっぱね。紫。ああ、行きたいな。売りつけぜ！ジェラマシゲリ！このヌーは俺のもんだ。うーわ。最悪。追放すべきよ。強めに言えばよかったな、もっと。ああ、金髪ギャルが。聴覚器で金髪ギャルが。なんで釣らないんだろう。僕しか評価できなかったな。左側？右側？左側です。今僕扉開けた時に夏目先生と死体があったんですけど。だから夏目はミーティングルームの方に行ってて。でやっぱボタンを押すのやめよと思って下ったら死体があります。ね、竹雄は多分今昇降機側に入ろうとした瞬間俺は見た。はい、うん、今ずっと貨物室にいた人じゃないですか。長いこと貨物室にいた人いない。死体だね。じゃあ死体じゃない。あ、そうなんだ。あ、ゾニキさん、あ、死んでるわ。貨物室で多分ゾニキさんがじゃあ死んでる。ずっと貨物室1がついてて、でも途中で2になった。そっからね、うん、はい。なんで追放しないんや。せめて昨日追放してほしかったよな。ゾニキさんがいたか、あ、ゾニキさんもいたかな。で、貨物室のタスクやってて、竹雄さんが入ってきて、僕はそのまま、まあ、ボタン押して、死んだからまだマシかもね。やれたとしたら、竹雄さんかな、貨物室のゾニキさんは。貨物室ですか。はい、貨物室。今もうずっと1ついてた、さっき。貨物室リスポーンが竹雄もしゃかり2人だったと思ったんですけど、ゾニキさんもいました。あ、ごめんなさい、じゃあ勘違いかも。ごめんなさい、たぶん、じゃあ竹雄さんかも。え竹雄さん時系列の話がわからないな。リアクターが鳴って、マチャカリさんが昇降機の右側かなんかの直しに行ったのかな、アーカイブ側は行ったと思う。あんまり疑ってなかったのかな。で、僕シャワーメイン、エンジン、ずっと僕の一票だったもんね。宿舎前通路、高川さんも。で、なんだっけな、エンジンルームの辺で2つ扉が閉まったのかな。で、2個解除して昇降機左側のところで夏目先生と死体を発見してるっていう感じなんですよね。リアクターが鳴ってる最中もね、あの貨物室2があったんだよね。だからそのタイミングでやってるっぽくて、しかもそのそこからシャワー室に飛んでメインホールエンジンルームで来てると思ってる。あ、じゃあリアクター中で。いいですか。俺初動ね、多分一番遅くアーカイブにも入って、でその後シャワーホール、シャワーメインエンジン、宿舎前金庫室って入ってるんだけど、その道中に全く見てないゾニキさん自身は。あ、ごめん、間違えてるわ、ルールを。はーい。はーい。センターゾニキ。はい。寂しかったわ。なかなか来ないんだもん。私たちしか死んでないみたいね。ね。ね。キャサリン。キャサリン GS。キャサリンなかなかやるじゃない。キャサリンやるわね。でも今の話だとゾニリンは、お、ナイスボタン。はい、話してください。
さっき話せなかったんですけど、メイヤさん視点僕ってほぼ無理ですよね。うん、そうだね。うん、あの多分ね、左側にいたんで、そういう動きで来てるから、はい、ずっとかどうかごめん分かんないけど、最後に武器庫のところで扉の下にいるアルマクは見えてるから、アドミン見てたんでしたっけ？そう。あ、じゃあキッチンとかについてませんでした。あ、ごめん、俺ね、展望台とか結構右中心に見ちゃってて、昇降機2から3になったりとかで、貨物にずっと2ついてたのが気になってて、で1最後になって、ごめん、いいっすか。はい。これエンジンルームから宿舎前通って金庫室に入った時にスナパイさんがいて、スナパイさんってどういう経路だったか教えてもらっていいですか？うんとね、もう、ね、もう、代わりに言っていい？あ、夏目先生は結構目撃した俺、うん、あ、すれ違ってて、昇降機でスナパイさんとすれ違ってて、スナパイさんが左行ってて、夏はその後ミーティング行って、ミーティングが食らうところで死体発見だったから、高田健さんが金庫室にスナパイさんがいたっていう証言があれば無理なのかなと思う。誰がやったのはリアクターの左側を直している。でその後多分俺の後ろっていうか、多分宿舎前通路あたりで夏目先生が来て、でミーティングルームに上がっていくであろうはしご音は聞いた。でそのまま金庫室入ったら、金庫室に入った後から高田健士が入ってきたって感じかな。高田さんシャワーメインエンジンって言ってるんだもんね。そう、うん、でその間にゾミキさんとすれ違ってないんだよ。だからゾミキさんもまあ分かんないけど、遅めに俺が湧いたとしても、どうかわかんないけど、要は貨物室で湧いてるか、それ以外で湧いて別のルート下側通ってるかくらいしかないかなと思って。ごめん、マジわかんねえ、ちょっと。いい、昇降機のヌーンはどっちにあった？最終？うん、夏目先生に聞いてる気がする。盛りさんからの証言が、うん、なかったです。俺が、ね、覚えてなかった。あ、やばい、もう自分の記憶は信じられない。いいですか、リアクター直した時左にヌーンなかったです。おお、じゃあ右にあるってことか。じゃあ右から左にできる。そう。違う、それはいない。あんま自信ない、ごめん。すごいね、でも、昇降機の考察面白いね。はい。はい。昇降機が考察内容に入るの面白いわね。面白いわね。昇降機の文字数長いからヌーンで省略されて共通なってるのもなかなかいいよ。ヌーンがないわよ、全然あれ。なんでヌーンっていうの？飛んでる時の雰囲気はヌーンだから。昨日千早さんが左からヌーンって来たんですけどっていうのが定着しちゃった。わかんない。いいですね。いいわね、ヌーン。文字数短くていい訳を、うん。ヌーン。千早さん由来だったわね。確かにヌーンですね。ゾニリンは多分キャサリンじゃない方に殺され、あ、またこの話で終わる。よっしゃ、はい、ナイスボタン。多分僕が一番白目なので多分死ぬ気がしたんで、うん、もう使っておきます。で白いと思う、ボタン押し大事だな。ごめんなさい、ちょっと僕視点ではもう分かんないです。まあ一応両方のキルに関われるのは武雄さんなのかなとは思ってる。いや、高田さんじゃない？あ、あれです、ゾニキ先端の時のダブルキルの両方ともできる位置なのかなとは思ってるんですけど、ただできない。いや、わかんない。僕が話聞いてる感じ。できるとしたらゾニキさんはできるけど、はい、ゼンタさん無理です。ごめん、あ、無理だね。俺視点が無理だわ。いや、てか2死体起きてるんだよね。だわ、まず、ごめんなさい。多分ベント使えばできるわ。ごめんなさい。ごめんなさい。わかんない。わかんない。リアクター、その死体発見された時にリアクター直した右側の人は誰ですか？はい。シャカリさん、はい。そこに誰か見てますか？ね、センタンさんが左に行くの見ました。あのヌーンで。やっと出た。センタンが左、うん。めっちゃ大事な情報がここで出る。その後、左側にいたのが目撃されているのが夏目スナパイ高田健士だってる？竹雄もいたよ。だから竹雄が、そうです、僕がドア開けた瞬間に夏目先生が死体といたんで。でもまあ竹雄さんがドア閉まってたのは夏目見ているので、うん、まあベントで殺して
戻って扉閉めて扉のところに突っ立ってるぐらいしか竹尾さん無理だな。ありそう。まあ名屋さんと魔女さんは実質点白いかなくらいしか出せない。でいいんじゃない。僕はもうでもまあ確かに僕は金庫室からコックピットまで飛べるけど、僕でもずっともうリアクションの最中の前からもうアドミン見てるんで、その前にスナパイさんとすれ違ってるエンジンルーム。貨物室のその場面でさ、もう名屋さんとアルマさんはもう白でいいんじゃないの。うん、もう弾いてほしいレベルかな。そこの話しても、うん、やっぱりよく考えてもね、あのサントスさんの初手切りが高田さんぐらいしかできない気がしちゃうんだよね。いや、これどうしたらいいの。頑張れ。え、マジ僕高田さんとスナパイさんめっちゃフラットに見てるんだけど、サントスさんの切りと。スナパイさんってもそしたら夏目先生もあれなんじゃないの。いや、なんか話聞いてる感じ、スナパイさんから夏目先生は難しそう。ドラテアンとかないかな。聞こえた。うん。言ってない。なんかローラーできそうだな。できねえと思ってたけど、昨日終わったわよ。これローラーできそうですね。なんかこのマップやろうと思えば、まあ最速で押せば、でもリスポーンの配置にもよるけど、いい場所に飛べればね。ですね。そうね、そうね、私もそう思うわ。最近センター彼とはどうなの。あんなやつも知らないわよ、あんなクズ男。興味ないわ。あんたの恋始まるのも早いけど終わるのも早いわね、センター。うわー白いな、そのいいボタン。ナイスボタンだ。リアクターが鳴る前に、リアクター直す位置にアルマさん降りていかなかった。ああ行きましたよ。で撃ったのに直らなかったんで顔がハテナになってました。でもアルマさん直してましたよ今 B。 いやなんかなくて、あ、まあそうです、ね、鳴る前に何度降りたの。ああ、あれです、あのエレクトリカルの配電のやつがあそこにあるからです。配線ね。え、じゃあ配電です、配電。カチッってやるやつ。そう、ああ、あるんだ、ごめん。そうです、あれをやって。知らないから言っちゃう。ああ全然大丈夫です。あれやって何もなくねと思ってあれやって上上がった瞬間にリアクターが鳴ったんでもう一回しておりました。左側を高田さん、右側をアルマくんが直してくれてたかな、リアクターは。エロスケベギャルさん、あれ、スーパーサット、ありがとうございます。左側分かる。これは左側。右は、はい、僕直しました。そっか、ごめん、じゃあ。タスクで終わりそうですね。僕タスク終わりました。じゃなかった。僕あと1個です。僕あと1個なんですけど。僕もあと1かな。じゃあ終わりじゃね？もうこれほぼ。じゃあスキップでいけると思う。プールが35だから最多70。サボタージュ気をつけたら。そうですね。頑張ろう。釣り意識が僕しかなかったのがこの村。カードスラッシュ落ち着いて。ちょっとでもタスク少ないよね。やめてほしいね、インポスターね。やめてください、インポスター。もうちょい増やしてもいい気がするな。結局タスクマックスになりそうだな、ゆくゆくは。タスクの数少ないですね。少ないですね。この村だったら、そう、マックスの方がいいやつな。みんなタスクに順応してきましたよね。ね、順応したかったからだけど、サボタージュにも対応する。まあ、ドアシミが今回ちょっと少なかったから、それはあるかもしれないけど。ドアシミちゃんとするとマジで滞りますからね。ドアシミ全部してからサボタージュできるから、ポーラスと同じく。個人的にタスクが少ないと、なんか雑にでもキルしなきゃいけないってなっちゃうから。こいつ。こいつはし、ヌーンで遊ぶんじゃないよ、もう。この大事なヌーンで遊んでたら怒られた。幽霊になってヌーンで乗ってるじゃん。じゃあ広すぎるからインポスターも。あ、これそっか。ちょっともう判断わかんないで押しました。はい、うわ。これどこだ、昇降機の左側の、ヌーンの前で死んでました。僕セキュリティ見てたんで犯人わかりますよ。誰ですか。これスナパイさんです。ん、セキュリティ見てたのは俺ですよ。
そうやってます。あ、そうだ。来た来た。今スナパイさんがミーティングルームに上がっていくの見たんで、あ、じゃあもうこれ対立してるから、あ、全く逆だ、釣れる、ね、ミーティングルームに上がっていったの武雄さんですよ。マシャカリさんがボタン押してるんだったらこの2路を否定できたから。あれ、マシャカリさんって、いや、マシャカリさんはレポート、ケンちゃん釣れるね、西田上がっとるやん。ちょっと待って、ちょっと待って、マシャカリさんってどういうルートでしたっけ。メイヤさんが死んでるのが結構きついな。でもじゃあ展望デッキ、武器庫、エンジンルーム、宿舎前通路、昇降機です。あ、じゃあ武雄さんは見れないね。武雄さん今あのルームの方上がってってましたよ。え、なんで、ね、だから僕とこの、聞いてください、これややこしいのが、僕が先出ししてるんで、スナパイさん、ま、この盤面高田さんから釣りたいんですけど、うわあ、スナパイ武雄、あ、いや、それだったらマシャカリから俺は釣ってほしくなるな。僕が思ってたのはスナパイ夏目の二郎から竹雄だからの二郎だったんですよ。中のあるま、はい、僕の中でさっきまでの会議で、夏目先生が死んでるので、はい、マシャカリがそれだったら竹雄死にしてないとダメなんじゃない、スナパイさんの論だったらって思っちゃう。どういうこと、ごめんごめん、どういうこと。要はレポートのなる直前に竹雄は、要はスナパイさんがカメラを見ていて竹雄自身が上がってくるのをスナパイさんが見ました。この回転早いよね、竹雄が先情報出しだから。マシャカリってレポート出す瞬間までに竹を見ていないか、死にはしてないですね。盤面整理が早いね。もう逆説、あのね、これだから説明すると、俺と竹雄さんってエンジンルームリスポンダー、ちょっと早く強めに言わないと。はいはい。あ、で俺はそのまま最後のタスクを展望デッキのあのあれやった後にやったんで、いや俺はスナパイに入れるよ、高田さんに入れました、申し訳ない。あ、間違えた、これ竹雄さんにしちゃった、竹雄さんにしちゃった、あぶねえ。どうナイス。俺高田さんに入れた。あの、ナイス、マシャカリさん。ナイス、マシャカリさん。ナイスすぎる。面白い表のあれが。面白いですね。混乱、大混乱しましたね。多分インポスターの表2つも割れましたね。割れたね。ですね。タスクやれば、無視してタスクやれば。確かに有利で終わったのに、人やってメイヤさん後見るとあったかもしれないけど、トイレヌーン独占するから、そんなことなんだよ、ヌーンで独占するから。もうヌーン下、幽霊がヌーン乗ってましたよね。なんかサントスさんのさっきの体だけ置いてかれて体だけ置いてかれて体だけ置いてかれて、なんか心だけでヌーン乗ってましたね。意地悪してたら殺された。ナイス、素晴らしい。やぶねえ、マジで。いや、素晴らしい。いや、マジで、アルマさん、素晴らしい。素晴らしい。マジで素晴らしい。素晴らしいね。うん。竹雄さんとスナパイさんの話は置いといて、高田さんに行くっても、うん、ちゃんと盤面整理が早かったですね。え、高田さんって初でサントさん殺してないの？あ、殺したよ。あ、そうだよね。それしかないよな。え、俺のこと見えてましたよね、普通に。え、見えてたよ。でっちゅうね。とぼけの方だった。メイヤローをめちゃくちゃ近くで殺してる。あ、そうなんだ。いや、じゃあ下行けばよかったか。下側でしょ。容疑者が、だって、スナパイさん、夏目さん、ケンちゃんしかいなかったから。そうそう。ケンちゃんか。ケンリンしかいなかったから。いや、もっと早くな、スナパイさんに入れるって明言すればよかった。ちょっとギリギリになりすぎちゃって。うん、ごめんなさい、僕、マシャカリさんに入れるもんだと思って、マシャカリさんに入れる。確かに、あれ流れ、え、そっか、あれ、表面が。いや、そう、俺はね、竹雄さんがどっちに入れるか分かんないから、合わせた方がいいかなと思って、スナパイさんに行って、たぶん竹雄さんが俺に合わせようそういうことか。クロスしちゃったんだよな、多分。なるほどね。そう。そういうことか。そこはでも冷静だったね。その今シャカリさんもよく言いましたね、うん、急にぶん殴ってきたから入れました。竹雄さん煽ろうと思って、あのヌーンでうえいやいやいってやったら殺された。ずっと独占して本当に僕タスク上にあるから、本当にヌーンのせいで僕めちゃめちゃタスク無駄にね。誰だったの？メイヤさん死んだ時ザマ見ろって言ってました。